民主党は11月2日午前、国会内で11月12日に開催予定の第7回民主党福島復興会議の事前会議を開き、福島復興へ向けた課題解決への意見交換を2時間にわたって行いました。挨拶に立った細野豪志政調会長は、福島復興会議は新しい体制になって政策調査会の下でスタートすることになった。福島の復興再生に党全体で政府をバックアップして取り組むことができるのであれば、政調会長の役を受ける意味があるのではないかということで就任した経緯もあると表明し、益子照彦政調会長代行、福島復興再生 PT 座長は、発災以来1年8ヶ月になろうとしているが、福島の200万県民はまだまだ厳しい生活を強いられているという現状の中、一日も早い復興再生を果たさなければいけない。それが私たち民主党政権の責任であり、使命だと思っていると述べ、復興へ向け関係府省の担当者をはじめとする関係者の協力を改めて求めました。11月6日午後、安住淳幹事長代行を本部長とする民主党政治改革推進本部役員会が開かれ、今後の方向性について議論しました。役員会では事務局長の大阪誠二総括副幹事長が、昨年11月から行われた衆議院政治改革をめぐる与野党間の協議の経過について説明し、その上で参加役員で意見交換を行い、ゼロ増5減、定数削減といったこれまで民主党が主張してきた基本路線は変えることなく行う。その方針のもと、政治改革推進本部総会を開き、参加議員から意見を聴取する。国会改革として厳しい財政事情なども念頭に置きながら、院長手当の削減について提案することを役員会として了とするの3点の方向性を決定しました。